はい、こんにちは。こんにちは。サンコースのまーちゃんです。ひーちゃんです。よろしくお願いします。今日は高尾山に来ていまして、はい、高尾山の中の猿園。野草園。野草園。野草はちょっと言い方やばいか。野草園ですね。野草園に来ています。はい、この中に多分お猿さんがそういっぱいいるんだ。いっぱいいるし、なんかこの猿、なんだっけ、猿団、猿軍団、猿軍団わかんないけど、もういるらしいよ。有名なんだってね。ちょっとこれから行ってみたいと思います。はい、行ってきます。めっちゃいるじゃん、猿。めっちゃ子供産むんだね。熱心の顔がやばいんだけど。本当だ、イカチー。もともとはこんな可愛いキュルルンとした感じのお顔だったってことでしょ、うん、それが大人になるとこんなにたくましい感じのお顔になる。お、綺麗じゃん。めちゃめちゃ綺麗。なんか自然いっぱいな感じですな。かね、なんかバナナマニエン的な感じ。思い出すね。それのお猿さんバージョン的な。何持ってんの？まさかのモンキーディール。え、そういうことなの？なんかあれじゃない、ボスのなんか木の棒的な。入り口にもね、ちゃんとあります。あ、すごい。え、猿の足跡ってこんな感じなの？そうだよね。めっちゃいっぱいいる、めっちゃいっぱいいる。めっちゃいる。あ、かわいい。うんちした。え、うんちした？うんちが転がってた今。ちっちゃいのがいる。一番上。ほら。ちっちゃいの。どこ？あ。めっちゃうんちしてる、めっちゃうんちしてる。え、どこ？あの子？この一番、この手前の。背中の子？プリプリプリって今。ちっちゃい子いるよ。本当だ、ちっちゃい子いる。あ、ほら、一番上。ほら、降りてきた、降りてきた。どこどこ？あ、いた。ちっちゃい。え、お母さんのお腹にいるやん。あの一番左。なんでそんな見つけんの早いの？やっぱりあれなんだね。それぞれ顔違うっていうか。ね、ちょっと違うね。顔が真っ赤な子の子もいれば、なんか普通にピンクぐらいの子もいるし。あ、ボスですよ。あ、ボス。人数悪いね。95年生まれだ。本当だ。うちらの1個下。1個下っすね。うちらの方が。うちらの方がちょっと上。パイセンです。あ、ちっちゃいの。歌うか、上から。喧嘩しないで。喧嘩しないで。やっぱあいつでかいって。こいつ、こいつ。どいつ。こいつ。熱心？君熱心なの？熱心なの？可愛い、可愛い。めっちゃ可愛い。何、そんなに木の子が大変なの？ちっちゃ。え、マジ赤ちゃんだね、絶対。ちっちゃ。手のひらサイズよ。私知ってんだ。何？ネッシーも好きな子がいるらしい。え、そうなの？入っちゃった。嘘。恋愛中なの？ネッシーが大好きな女の子が、その子の名前はテント。16歳のちょっぴり気の強いお猿さん。毛繕いしてるのって。さっき毛繕いしてる人たちいたよね。うん、人じゃないけど。やっぱお猿さんって賢いんだなって思うよね。すごい、すごい、かわいい。
本番2曲やるんだけどね。すごい。ハエが、ハエ、ハエじゃねえ、ハチ。ハチ、ハエじゃない、ハチだった。あれだね、あれだよ、ネッシー今降りようとしてる人。そうでしょ。確か目つき悪いわ。違うじゃん、違うじゃん。で、大きいよ、この方。記憶にさらに言って1回しかやらないからね、2回やってくれるんですよ。かわいい。何今熱心？違う、違う、これ今25歳ですよ。熱心、熱心、背抜けてる子か。75歳のおじいちゃん。全部木から始まる。うん。変えてくなくなっちゃったお母さんもね、変えて、テントちゃんとか。今年生まれたんだ。かわいい。まだこれ早いんですよ。あんこぶしなんて、赤いって黒いでしょ。あれないと思わない。あれもね、噛む力は強いんだけど、やっぱり硬いとこはやるみたいで、血の羽を外してね、食べる。あと毛虫。で、最後にね、おじさんもね、ジャンプで一回終わりにして、ちょっと掃除しようかなと思うと。最後ジャンプですよ。大丈夫ですか？せーの。すごい。で、終わりますね。ありがとうございました。ご来園ありがとうございましたって書いてある。ほら。ちょっと思っていたより楽しい、ね、楽しめた。最後の自撮りでもする？するか。はい、サル園に行ってきました。楽しかった、うん、意外になんかおじさんがね、うん、飼育員のおじさんがめっちゃユーモアもあって、そうそうそう、すごいいろいろ知れたし、うん、すごい楽しかった。なんかね、猿がね、なんか縦社会がすごいんだろうっていうのを学んだよね。そうそうそう、今ならね、赤ちゃん、今年生まれた赤ちゃんが10頭いて、うん、なんかね、こんなに多い年はあんまりないんだって。そう、なんか2匹ぐらいの時もあるらしい。そうそうそう、だからちょっとね、うん、結構空いてるし、そう、全然楽しめる、うん、カップルとかも結構いたし、家族連れとかもいたんで、うん、うちらみたいね、女子2人とかでも楽しめるので、値段結構安いしね、うん、いいと思う。結構時間潰せるんで、うん、今の時期いいと思うんで、はい、ぜひ来てみてください。サマーコーチでは一緒に働いてくれる乗務員さんを募集してます。ちょっとでも気になった方、興味がある方は概要欄のホームページまでお問い合わせください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。